こんにちは、ヘアメイクのジョージです。今日はですね、韓国コスメの、ベースメイクで良かったものを、使ってですね、良かったものを紹介していきたいと思います。日本のサイトで買えるものなので、皆さんも見てから買うことも可能なので、韓国に行かなきゃ買えないって思わず聞いてくださいね見てください。では紹介していきます。ベースなんですけれども、なんかいっぱいありすぎちゃってね、これなんですけど、1個目、セレンディビューティーのレッドプロポリスシリーズのパーフェクトメイクアップベース。これは崩れにくいし、日焼け止めが最強です。なので本当に日焼け止めと、ベースカラーコントロールとかトーンアップのベースを、2個塗るのがめんどくさい人とかにはすごくおすすめですね。あと本当に崩れなくなりますね、クッションファンデとかしても。なのでこれが結構お気に入りで使ってます。このテクスチャー的にはちょっと出しますね、ピンクなの で保湿力もありつつトーンアップもしてくれるタイプになります。ちょっと白いんだけどトーンが明るくなっていく感じです。で、ベタつきがなくてぴったりしてくれます。ピタッと張り付く感じで自然な感じになります。で、結構シワとかが結構飛ばしてくれる感じですね。シワに埋まる感じなのでとってもいいです。次がですね、ムルムンクリーム、ジョソンアビューティーのやつですね、こちらになります。こちらはですね、私のインスタライブの友達から、ご紹介していただいたものになるんですけれども、ジョージさんきっと好きだよって言ってて、私もインスタライブをお友達と見てたんですけれども、使ったらすごく良くて、一緒にコラボライブした時に私も買いますって言って買ったものになります。こちら開けると穴が開いてるんですけど、それをここをキュッと押すと、こうやって1回分が出てきます。これを取ってこういう感じで色がちょっとね変わる感じなんですよ。肌色に変わるんですね。色補正と毛穴も埋めてくれるし、ツヤツヤになります。私はこれをつけた後にムルブンクリームをつけると結構最強肌になるのでお気に入りで、スタジオダブル使いして使ってます。色が変わるのがね、結構韓国の面白いなってところですね。続いてはですね、ジョンセンムルのシカケアっていうベースになります。これは、新しく出たもので、これも日焼け止め効果も SPF50PA++ あるんですが、これも赤みとかを消してくれるコントロールカラーになるんですけれども、こういう感じで塗っていくとトーンアップもしつつ赤みを消してくれます。なのでちょっと赤ら顔の人とか、そういう人はこのベースを塗ると赤みを取って自然にトーンアップしてくれます。テクスチャーの伸びもいいので、ジョンセンブルの下地は結構みんな有名で知ってると思うんですけれども、この新しいシリーズのシカシリーズがこうちょっと赤みを鎮静させてくれながら抑えてくれるので、肌が敏感な人にもおすすめかなと思います。透明感もね出るので綺麗な肌作りが作れると思います。こんな感じです。で、最近お気に入りの、さっき下地でも出てきたんですが、レッドプロポリスシリーズのクッションファンデです。こっちの薄いピンクの方がモイスチャーでツヤ肌のバージョンですね。で、こちらの方がカバーですね、ハイカバーの方で、こちらセミマットの仕上がりになります。なので見た目的にはただ色がね違うだけなので、あれ半分ずつちょっとつけていきたいと思います。じゃあまずモイスチャーの方をちょっとつけていきます。これは保湿力も高くて、カバー力もほどほどあります。ちょっとね保湿力が高まって綺麗な感じになります。今度カバーの方をつけていきます。内側にちょっとつけていきます。ちょっと見づらかったらこういう感じで叩くようにつけていきます。こんな感じ、見た目はそんなにわからないんですけど、こっちの方がちょっとツヤが抑えられてる感じ、マットになっていて、こっちの方がツヤが少しある感じになってます。密着度は両方あるんですけど、モイスチャーの方が保湿力が高いので、ちょっと若干崩れやすい感じがする人もいます。
なのでそういう人はこっち あのセミマットの方がおすすめです。クッションでもあの中に入ってる成分も違いもありますし、仕上がりがこんだけ違うとあの自分の肌のきちんとしたい時はこっちで、ナチュラルにカジュアルにしたい時はこっちっていう風に使い分けもおすすめです。やっぱマスクの時期なので、私は結構あの下地をさっきのですね、このこっちのレッドプロポリスの下地をつけた上にカバーの方ですね、カバーの方をつけると、メイク崩れがしなくてマスクの時もぴったりでした。なのでこっちが今の時期はおすすめです。こんな感じですね。で次はですね、クリオのキルカバーのグローファンデーションっていうのが新しく出ました。なんか結構コンパクトサイズになって、あのキルカバーといえばクッションファンデなんですが、あのグロータイプのファンデーションが新しく出て、これがすごく良かったです。専用のね、こういうブラシもついてます。こういう感じでスポイト状みたいな、こうヘラがヘラになってるんですけど、キルカバーってカバー力もすごいあって、このリキッドファンデは本当に少量でこのブラシでつけるんですけど、こういう感じちょっとつけたらこういう感じで筆で綺麗にこうやって伸ばすとツヤ感と軽さが出るので、クッションファンデの時とは全然違う質感になってツヤツヤになって、カバーが綺麗にしてくれるので、この血管が全然見えなくなるの分かりますか？でもこっちはあの血管とかのくすみとかが綺麗に取れて、あの軽い感じなあの質感になります。実はあんまり期待していなかったんですが、かなり良かったです。でこのブラシも簡単につけれるので、本当にさっきみたいに少量でこう伸ばすだけなので、あのすごく良かったですね。こういう感じで簡単にできます。綺麗な肌が作れます。であの結構ファンデーションって結構瓶が大きかったりとか重かったりするんですけど、これがわりかしちっちゃいので、あのお直しとかに持ってってもすごくいいなと思うぐらい、ポーチに入れてもね邪魔にならないぐらいです。でこれ日焼け止めも入ってるので、メイク直しにも結構筆と、まあ、これ入れとけば上から重ねてこうシュシュンシュンシュンって直すのもありかなと思います。最後にですね、紹介するものがハンスキンのコンシーラーになります。結構ずっと買いたいと思っていたもので、ずっと探してたんですね。でなかなか見つけることができなかったんですけど、実は普通にサイトで買えるっていうことで気づきました散々韓国で探してたんですけど、これはですね、ちょっとアプリコット色です。こういう感じのコンシーラーなんですけど、これテクスチャーがファンデーションよりもちょっと硬いんですが、カバー力がすごくて、あの本当に青グマとかシミとかそういうのをすっごくしっかり消してくれるものになります。まあ、こういう感じで伸ばしてもらって、まあ、この目元とかにつけてもいいんですけど、でスポンジでこう軽く密着させると綺麗に隠れます。でよれにくく保湿力もあるので、このカバーがすごくいいですね。こういう感じです。なんかこうちょっと透け感がありつつ、あのカバー力もあるのってなかなかないので、結構クマに悩んでる人はおすすめです。あと韓国人ってもともと肌がすごく白いので結構浮きやすいですね、クマとかが。なのであのこういうちょっとチューブ状 あのテクスチャーが柔らかいんだけどしっかりカバーで密着度があるものはかなり良かったです。はい、ではですね、今回、韓国コスメの、ベースメイクを紹介していきました。まあ、クッションファンデだったりも、ね、するんですけれども、いろんなファンデーションを紹介できたのかなと思っております。はい、ご紹介し忘れちゃったのがありましたあとこのドクターエルシアというあのブランドがあるんですけれども、こちらのバームファンデーション新しいのを下ろしました。もう愛用しすぎて汚かったってこういうバームファンデーションがあるんですけれども、これファンデーションの中にこうピンクと白 あのトーンアップとツヤがある効果があるんですね。これが密着度が高くて、あの改めてあの使ったらやっぱりいいなと再確認したあのクッションファンデになります。なのであのこういうスポンジで、濡れスポンジじゃなくて普通のこのスポンジで叩いてからあのするだけですごく綺麗になるものになります。はい、これが最後以上ですね。すっかり忘れていました。
でも、いろんなね、ファンデーションだったり下地だったりとかするので、あの韓国 の、 あの美肌のようなね、白い綺麗なあの艶肌を目指して、韓国コスメを使ってもらうといいと思いますので、ぜひ皆さん使ってみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。